とうこさん。さ、どうぞ、トーコメイドの番ですよ。エロくしてください。なんで耳かきしか残ってないのよ。だいたい、なんで耳かき？秋葉原や池袋では有名なメイドアイテムなんですが、知りませんか？知らないわよ！とにかく、耳かきすればいいんでしょ？ほら、こっち来て。ご主人様になんて口の利き方だ。うるさいな、もう。これでいいかな。じゃあ、行くわよ。やり方が間違っている。は？ひざまくらでしょ。なんでひざまくらなんてしなきゃいけないのよ。メイドだから。ほらほら、やるの。分かったわよ。どうぞ。ほら早く。早くって言われても、これって生足に頬が密着することになるわけだよな。大丈夫よ。はい。わあ、柔らかい。それにあったかい。行くわよ。強気なメイドも悪くないですね。終了です。はい、皆さんお疲れ様でした。しばし休憩の後、最終発表に入ります。サトシ君は誰を選ぶか考えておいてくださいね。はあ、疲れた。ようやく終わるのね。前から気になってたんだけど、委員長って、もしかして、サトシのこと？ユイ先生も怪しいのよね。風邪の看病って、何があったんだろう。ユカちゃんも、お兄ちゃん子だと思ってたけど、なんだか、それ以上のものを感じるし。
あの瞳子ってことはどこで知り合ったんだろう。はーい、皆様、会場の準備が整ったので移動します。お疲れ様です。いよいよ優勝者の発表ですが、その前にお待ちかねの商品の発表です。サトシ君から送られるのは、え？やっぱりキスなんだ。キスか。なんだ、キャットタワーじゃないんだ。キスか。ではハーレムキングことサトシ君に優勝者を一人選んでもらいます。記念すべき第1回天神小学校ハーレムスクールデイズラブラブ大作戦の優勝者は、一人なんて選べない。みんなすごく頑張ってくれたから、みんなが優勝者だよ。優勝者を決めてもらわないと困るんですけど。これハーレムものじゃないの？え？女の子みんなに愛されるのがハーレムだろ。だったら一人を選ばなくてもいいんじゃないか。幸子さん、どうなんですかね。別にいいよ。じゃあみんなにキスして。みんなが優勝だからみんなに商品を渡して。公平を期すためには全員にキスだと思う。そうね。あ、ほっぺたとか額ならいいんじゃないかしら。早く帰れ。何でもいい。
Thank you.